回復すれば準備ができたから見ようか。まず1枚目は、あ、ヤソップやん。ヤソップのお父ちゃん、お父さんやね。ヤソップ登場した感じやね。だからレッツや結構カサカサやなんですかね。アリの、意見に打ち込められる方法をし、アリの目検定。無理やろ。だからこれもハッキー使ったやん。だから剣舞職に早く使ってるって感じか。こちらね。続きまして。お、歌やん。歌ちゃん、映画の歌ちゃんね。これは武装モードだったかな。これね。紅白歌ちゃん出るらしいけどね。すまん。サングとか、聞きの怪物だと思うけど、ほとんど歌ちゃんが伝えたら、すぐに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 、すぐみたいに紅白歌合戦に登場に出場するっていうね、のニュースなどとニュースになっとってあるんですかな。はい、続きまして、何でしょう。あ、クランキーだ。どう見てもボスドッグキラッパにいけんね。どう見てもいけんね。ボスドッグの癖だからな。いや多分映画の癖やな。早くやつ、早く合戦に出場するっていうロック、ロックバージョンみたいな感じか。見てもボス族だよ、何度見ても。次のやつは、ブルックか。ブルックのロック服装映画版なんだね。まあ、ロックはロックとは出た感じかな。ギサギサか。まあ、よくなりものになる。そういう感じか。ね、この、まあ、剣も結構、剣も切れかしらな、これも。現役だよな、感じか。はい。次は何でしょう。お、シャンクスは前回出て、前回出たと覚えてもだいぶ前から。シャンクスだとか。この剣は切らけない。剣も、剣も同じ人にしないな。目を直し。目を直し。世界戦線で観光で動いて、日本で生活させるやつ。これも出荷が感じだね。結構嫌いだな。いやな。一番だよな。この剣、特定の何かの能力者という噂だったけどな。それは分からんけどね。はい。で、ラスト。なんか見てた。なんかダブタが歌ってか。あ、歌の別バージョン、別バージョンか。歌の、コスプレバージョンで、ビッグマンキャラクターの感じが。十字架歌ロココで第6個ね。十字架歌ロココで、専用戦の時間に、おいしいのに、現代実現。だから、モテの本当の客だから俺知らへんちゅうね。最後に、レタスもう一回見ようか。ウソップのおっさん、お父親ね。で、ボーソドック1位。で、シャングスで、ブルックのロックバージョン。で、コスプレのロック。歌と武装歌やね。こちらに。感じが。まあ、多分最初言ったと思うけど、この歌がな、あれか、紅白歌合戦出たっていうね。でもな、ほかなんか中国人が結構多いらしいって言うな、そう思うのかな。感じやね。で、まあ、コスプレって元の、これが元のキャラだし、知らんけど、俺は。あのね、これさ、ブルックとね。フランキーが、これいいね、ロックっていうか、これだけは暴走族っぽいけどなのに、今。ルフィ出たけど、前回。全然覚えてんな。ないか。感じ。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、この動画の評価とコメントの方もよろしくお願いします。あとはね、この動画以外にもたくさんの動画ありますんで、それもよかったら見てくださいね。まあ、最終的にはね、このチャンネル、もとじゅチャンネルの登録の方もお願いします。それじゃあ、また次の動画で。